皆さんこんにちは、しなたんです。今回はですね、もう本当にお待たせいたしました、私のインスタの加工を紹介したいと思います。ではレッツゴー。はい、というわけで早速私のインスタの加工の仕方を紹介していきます。ちなみに私の今の加工がこんな感じです。まあ相変わらずダークめな加工なんですけど、まあこういったね加工をしております。以前にも何回か紹介しているんですけど、使ってるアプリはほとんど変わってなくて、まずこちらの VS4 を開きます。そして右上のプラスから加工したい写真を選びます。使ってるカメラのアプリもよく聞かれるんですけど、私は基本的に iPhone のノーマルのカメラを使っています。とりあえず今じゃあテレビ撮ってそれを実際に加工していきたいと思います。はい、こんな感じで撮れました。なんとも言えない表情ですけど、でこれをインポートしてこちらを加工していきます。まず私はいろんなねフィルターがこうやってあると思うんですけど、 VS4 にも無料のフィルターと有料のフィルターがあって、で私有料のフィルターもお気に入りのものが見つかったので、それをね買ってしまったので、私のインスタで使ってる加工は無料ではないんですけど、でもリクエストの声が多かったので紹介していきます。私はこの J のシリーズのフィルターを買いました。今の私のインスタの加工で使ってるのはこの J2 になります。でこの今 MAX の状態だと少し色が濃すぎちゃったりとかすると思うので、これをもう一回押して、これをねプラス9ぐらいに設定します。はい、このぐらいに設定して、であとは写真が少し暗かったりしたら左から2番目のこれを押して、この露出とかで明るさを調節したりとかしています。この写真はそんなに問題ないので、このままゼロのままいきます。であとは本当に変わらずにこのままって感じです。これを保存して、右下をしてカメラロールに保存する、実際のサイズで保存します。はい、こんな感じで保存ができました。これだけでももちろんいいんですけど、インスタの加工で統一感を出したい時にどうしたら統一感出るかなって思って、最近あんまり気にしてないんですけど、加工を買い始めた当初はすっごいパキッとしたホワイトをどっかの一部に入れようと思って、それが続いたら結構統一感も出てくると思うので、あ、このぐらいですね。ここら辺の時は結構どっかに白は入ってると思います。こんな感じで、白って言ってもなんかいろんな白があるじゃないですか。オフホワイトだったりとか、もうすっごいパキッとしたホワイトだったりとか、少しブルーがかってるようなホワイトとか、結構いろいろあると思うので、それだったらパキッとした白に揃えたいと思って、でそのために入れたアプリがこのフェイスチューンってアプリなんですけど、これもですね、このアプリ無料ではなくって有料なので、これも私買いました。似たようなアプリ探したらあると思うので、代用もできると思うんですけど、私はフェイスチューンのアプリを買いました。このさっきの写真を開きます。このアプリはもともとなんか歯を白くしたりとか結構いろんな加工ができるんですけど、その機能を使って、この美白効果ってやつですね、歯ブラシのマークの、この機能を使って、この写真だったら背景が白だけど少しなんか黄色がかってるというか、なんかちょっと黄ばんだような白なので、これを真っ白にしていきます。まあ、こんな感じで磨いていく感じですかね。磨いていくとどん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 白くなっていくんですよね。細かいところはこうやってアップにしてやったりとか、これで左右でも結構違うと思うんですけど、とりあえず白いところはこれで磨いて、全体的に真っ白っていう感じの白にしていきます。今こっちの左のところを白くしたんですけど、こんなに違うので、これでカメラロールに保存で OK です。はい、というわけで私のインスタの加工はこんな感じで加工をしております。もう一つすごいいいアプリがあって、それを紹介しようかなと思うんですけど、これは確か無料だったと思います。 UNUM っていう、なんていうのかしら分かんないんですけど、アンアムみたいな感じのやつなんですけど、これはですね、でも結構写真がバーってなっちゃってるんですけど、インスタの統一感を出したい時に、この画像の次これ出したらどうかなとか気にされる方も多いと思うんですけど、それが試しにできるみたいな感じのアプリです。わざわざもう一つアカウントを作ってそれを非公開にして実際に上げてみてっていうのでもいいと思うんですけど、それだと少しねめんどくさいかなと思うので、私はこのアプリでこの次これを上げたらどうかなとか、何個も投稿したい時にどういう順番で上げたら統一感っていうかいい感じに見えるかなとか、これで試してから投稿しています。ちょっと今結構バラバラな感じで未投稿の画像とかもあるんですけど、自分のインスタの ID を入力したら今まで投稿してあるインスタの画像とかも、まあ、数枚なんですけど、全部ではないんですけど数枚出てくるので、その状態で左下のプラスを押します。で投稿しようかなって思ってる写真を押して、でまあこんな感じでできるので、まあこれをどこで投稿しようかなとか、ここかなとか、こっちかなとか、こっちかなとか、
まあ、こういう感じでどこのポジションがいいかなとかって試しております。はい、というわけでこんな感じで私のインスタの加工はやっているんですけど、あとはプリクラかな。プリクラの時は今の加工とほとんど似てるんですけど少し変えます。プリクラの加工をする時は実際に加工した画像がこれなんですけど、プリクラの中って光結構明るいじゃないですか。でその中で撮るので明るいと思うんですよね、普通の写真よりも。なのでさっきとフィルターは同じで J2 を使ってプラス Q にしているんですけど、こっちの露出をそのプリクラの機種によっても変えたりするんですけど、だいたいマイナス3から明るいプリクラだとマイナス1ぐらいまで下げることもあるんですけど、こういう感じで少し明るさを控えめにしています。そうすると普通の写真と並べた時もそんなに浮かないかなと思うので、露出はマイナス3ぐらいにして、でプリクラって結構なんかぷっくりしているというか、私普段iPhone のカメラで写真を撮っているのでどっちかっていうとくっきりとした写りなんですよね、全部が。なのでこのシャープをいじります。プリクラの時はシャープをプラス5ぐらい、だいたいこのぐらいに設定しています。結構くっきりしてくるのでわかるかと、こんな感じで結構はっきりとなってくるのでこれをやっています。あともう一ついじるのがこの粒子っていうのもプラス5ぐらいにします。それくらいって美肌効果されてると思うのでつるっとした感じの写りかなと思うので、この粒子を入れることで少しザラつきを出して普通の写真と近づけようということで、この粒子をプラス5ぐらいに設定してこれで保存をしています。でまたこのプリクラってだいたい背景白いと思うので、この白の部分をさっきのフェイスチューンで磨いて真っ白にしてっていう感じで投稿しております。はい、というわけで私のインスタの写真の加工はこんな感じになっております。今までにも加工の仕方紹介しているので、いろんなの見ながら参考にしていただければなと思うんですけど、最近の私の加工の仕方が好きって言ってくれる方結構多くてリクエストももらっていたので紹介してみました。こういう説明が本当に苦手でちょっと分かりづらいところもあったかなと思うんですけど、また何か分からないことがあればインスタでコメントしてもらったりとか、ライブ配信とかしてる時でもいいですし、そういう時に質問していただければなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。Me up, you get me right then. And this heat between us, yeah, there's no